お待たせしました。はい、というわけで久しぶりのお二人のドロドロ TV です。どうもなんでそこでつまどりですか？はい、すすきの YouTuber ドルフィンことタマ様とむーちゃんです。どうも。あのね、最近ちょっと悩みがありまして、はい、あのね、まあちょっと前の V を見てもらえると分かると思うんですけど、はい、おはようございます。タマ様ことすすきの YouTuber のドルフィンです。おはようございます。タマ様ことすすきの YouTuber ドルフィンです。前始まった時っておはようございます、すすきの YouTuber ドルフィンですみたいな感じでやってたんですけども、はい、ここ最近今みたいな感じで、すすきの YouTuber ドルフィンことタマ様ですって言ってるんですよね。はい、なんでかっていうと理由がありまして、はい、僕はすすきのでバーをやってるんですけど、はい、まあ、その、バーの名前もあるし、はい、ここのチャンネルの名前がね、スタジオドルフィンなんです、はいはい、で、バーの名前がバードルフィンドルフィン、だからドルフィンって取ってなんかその覚えやすいかなと思ったんですけど、うんうん、なんか動画をね、うん、お店紹介とかすすきのお店紹介のを見てると、うん、大概みんなタマ様って呼んでる、うん、いや僕もタマ様って言ってます、うんうん、言ってるよね、はい、これなんでかっていうと、はい、僕の本名はね、はい、タマキなんですよね、はい、ススキのみんなは知ってると思うけど、はい、タマキなんですよ。だからそれがちょっと相性みたいのでタマ様タマ様っていうのが広まっちゃって、うんうん、みんな大体ススキのみんなはタマ様って呼んでくれるんですよね、うん、だからその名前どうしようかなってすごい悩んだ時期があって、一応今2つで言ってるんですけど、どっちか統一した方がいいか、またちょっと考えた方がいいのかなみたいな。あのですね、うん、ドルフィンって言いにくい、うん、ああね、うん、ドルフィンはちょっとフルだちょっと言いづらいね、うん、でも、うん、ドル様とは言えないし、うん、あのフって出る言葉ってうん、僕ら基本的に相性なんで、うん、そうね、そう、あのタマ様って呼んじゃうんですよね。だから動画を見てくれれば分かると思うんですけど、そうそう、一番最初から僕ドルフィンって呼んだことないんですよ。ないね、はい、ないんです。ないね、そう、あれって思いながらこう編集しててなんか違和感を感じながらこのね何年間かやってきたわけですよ、ね、ちょっと一回言ってみてもいいんじゃないですか、うん、あ、言ってみて、いつものこのセリフを言ってみて、うん、で、ちょっとしっくりくる方を選んでみてもいいと思うんですよ。3パターン、うん、3パターン、3パターン、うん、たま、たまき、たまさま、うん、あ、これね、じゃあ、いつものあれでいきますよ、はい、はい、おはようございます、すすきの YouTuber、たまです。うーちゃんです。いや、違う、なんか足りないよね、足りない、たま、たまです、たまです。なんか猫みたくなっちゃうんでねじゃあ2つ目、本名ね、はい、2つ目本名でおはようございます、すすきの YouTuber 玉木です。あーこほら、あなんかちょっと、いやちょっと違うな、違うでしょ、違うでしょ、ボンジョビがどうもジョビですっていうような感じボンとジョビがじゃあ3つ目いきましょう、3つ目いきましょう、はい、3つ目おはようございます、すすきの YouTuber 玉様です。ぶーちゃんです。ほら、これ結構でも一番なんかやっぱりしっくりはくるかも、しっくりきそうな気がするよね、うん、とりあえず競技の結果というか、まあ、はい、ブーちゃんがこう、はい、ね、のアイディアで、はい、まあ、タマ様ってひらがなとかじゃなくてローマ字の方がいいんじゃないですかみたいな、うん、TMASAMA みたいな、はい、だからそれでタマ様っていう語呂で言った方が、まあ、まあ海外にも見られるね、うんうん、可能性もあるし、 YouTube だったらそれがいいかなみたいな、うん、うん、いいんじゃないですか、うん、はい、相棒がそう言ってくれるなら僕はそれでいいんですけど、はい、そしたら改めてちょっと自己紹介いきましょう、うん、うん、よし、やりましょう、新しくなりましてはい、おはようございます、すすきの YouTuber たま様です。ブーちゃんです。どうだい、これでいきましょう、行け、これでいきましょう、
でも待ってよ、なんかさ、それで言ったら、うん、海外仕様で考えると、やっぱりブーちゃんはミスターブーってこと名刺はミスターブーでじゃあま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 あ、まあ、いいんじゃないですか